昨年の10月に結婚式を行ったんですけれども、そこから何も考えずバクバクと好きなものばっかり食べてると、いつの間にかブクブクと太って体重が20キロぐらい太ってしまったので、結婚1周年に向けて元に戻したいなということで応募させていただきました。ダイエット開始してから5、6キロ今、体重落ちました。で、周りの方からも結構痩せたっていうような、声かけをいただくようになりまして、順調に進んでいるのでこのまま、目標に向かって頑張っていきたいと思います。1週間前と比較すると体重はまだ落ちているので、この調子で頑張っていきたいと思います。良い EMS を足に、させてもらったんですけども、思っていたよりも全然痛くなくて、すごい効果があるんじゃないかなと思いました。ラジオ波は足にやってもらったんですけど、すごいマッサージしてもらってるみたいで気持ちよくて、なんかちょっと眠くなっちゃうみたいな感じでした。ライブをさせていただいたんですけど、実際に引き締まった感覚があって、それとインボディで測ってもらったところ、私も落ちて筋肉量増えてきているという話だったので、このまま頑張っていきたいと思います。本日ですね、カウンセリングを担当します BS クリニックの総括院長の船越と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダイエットを始めて2ヶ月になりますけども、何かこう生活で変わったこととかありますか？周りの人から結構痩せたねっていう声かけはいただけるようになってきました。いいですね。順調にダイエットを続けられてますかね？そうですね、はい。なんかこうしんどかったりとか、そういうことありますか？特になく。施術とかはどうですか？無理なくできてます？そうですね、施術とかも全然無理なくできてます。いいですね、はい。インボディのやってもらいましたので、その結果をですね、説明していきますね。前回と比べてですね、変わったところとかは見ていきますけども、非常に順調な経過でダイエットができていると思います。少しね、まだちょっと高いという体脂肪とか脂肪量に関しては少し高いという値が出てますけども、当初と比べるとかなり減ってきているなという印象です。体重は順調に減ってきて、体脂肪も順調に減ってきていると。筋肉量に関しては少し増えてるくらいですね。筋肉を落とさずにですね、しっかり脂肪だけを落としてダイエットができているということで、非常に順調な経過だと思います。内臓脂肪レベルに関してもダイエット始める前は10という値で、10という値は生活習慣病のですね、リスクがあると言われるような値であるんですけども、それが8という値まで下がってきているので、これもですね、非常に順調だというところですね。 BFI の結果になりますね。先ほど取ってもらったエコーの検査になります。エコーを用いて皮下脂肪の厚さと、筋肉の厚さと、そういったところを測って、肥満のその分類をしているような感じになりますね。で、皮下脂肪が多い方だと、ハイブであったりとか脂肪冷却であったりとか、ああいったものがすごく効果的と言われていますので、そういったものはエコーを使ってどういったものが効きやすいかどうかというところを見ているような検査になります。で、実際にこの BFI の検査の結果を見てみますと、どれも部位別に見ていっても全体的に皮下脂肪というのがついているというような結果ではあるんですけども、グラフを見てもらうと、特にやっぱお腹に一番ついているという結果が出てます。1ヶ月ですね、残ってると思いますけども、お腹を中心としたメニューとかをやってもらった方がより効果が出てくるんじゃないかなと思いますので、おすすめですね、はい。施術の感想などを聞かせてもらいたいんですけども、一番印象に残ってる施術とかありますか？脂肪冷却が一番印象に残ってます。なるほど。どうでした、脂肪冷却は？最初若干痛かったんですけど、それもすぐ 痛みとかもなくなって、吸引されてるなって感じで、ですよね、すごい良かったって感じ。冷やされる感じとかは大丈夫ですか？それは全然、はい、大丈夫でした。最後 のマッサージはどうでした？マッサージは結構痛かったは痛かったんですけど、なんか逆にその分すごい効いてるのかなっていうような感覚でもあったので、我慢できる痛みではあるので。なるほど、分かりました。ハイプとかはどうでしたかね？早めになんかこう身が引き締まってるというか、なんかこうシュッと引き締まった感覚があるっていうような施術でした。ラジオ波の印象とかあれば聞かせてもらいたいんですけど、ラジオ波は個人的に一番好きで、なんかすごい気持ちいい。なんかあれ結構気持ちいいって言われる方は多いですよね。そうですね、すごい気持ちよかったんで、ラジオ波は好きです。残り1ヶ月ですね、すごく順調な経過だと思いますんで頑張っていきましょう、はい、はい。
BS クリニック総括委員長の船越と申します。今回のモデル様の経過は各 SNS で載せていきますのでよろしくお願いします。BS クリニックでは一人一人患者さんに合ったオーダーメイドのダイエット治療を提供できるような環境を整えております。ダイエットに失敗したことのある方、最先端のダイエット治療というものを経験していただけたらと思います。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。